今日は中日ドラゴンズ新外国人選手ジョアン・タバーレ選手を紹介します。昨日はオリックス相手に大野雄大選手が完投しましたね。この調子で今日もオリックス相手に中日ドラゴンズは勝ちたいですね。ドラゴンズの先発投手は鈴木博選手です。オリックスの先発投手はあの山本由伸選手です。中日ドラゴンズは山本選手から点を3点取れればいいと思いますね。この動画を最後まで見るとジョアン・タバーレ選手のことがよくわかります。また私のチャンネルは中日ドラゴンズの情報、中日ドラゴンズのドラフトについて語るチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずはジョアン・タバーレ選手のプロフィールを紹介します。星山投手、ドミニカ共和国出身です。27歳です。188cm106kg、右投げ右打ちです。2017年にカープアカデミーを経て広島カープに練習生として入団をします。2018年に背番号142で広島カープに育成枠で契約をします。2019年は BC リーグの滋賀ユナイテッドベースボールクラブでプレーをします。2020年途中に富山 GRN サンダーバーズに移籍をしました。昨年は先発として6勝6敗、防御率は 2.59、 142と3分の2を投げています。今季はリリーバーとして12試合に登板をして12イニングを投げて防御率は0点です。持ち球は動画を見た時はストレートと多分ですけどもチェンジアップを投げていました。ストレートの平均球速は140キロ前半から140キロ半ばを投げていました。カープに在籍をしていた時はコントロールに苦しんでいました。でも去年のジョアン選手の投球の動画を見るとコントロールはある程度改善していると思います。左バッター相手に内角をズバズバ攻めていました。なぜ中日ドラゴンズはジョアン選手を獲得したのか、それは先発投手を強化したいからです。だからジョアン選手を獲得したと思っています。今中日ドラゴンズは先発陣が少し不足をしています。福谷選手は不調、勝野選手は怪我、梅津選手はトミー・ジョン手術をして今年は投げることができません。岡野選手もあまり長いイニングを投げることがまだできていません。去年まで先発として投げていた山本選手、清水選手、ジャリエル選手は今季はリリーフで投げていて結果を出しています。だから先発投手陣は少し不足をしています。ジョバン選手にはせめて勝野選手が1軍に復帰するまでは5番手6番手あたりの先発投手として投げてほしいですね。完投してほしいとは言いませんが5回3失点のピッチングを目指してほしいですね。また外国人選手の枠は1軍の外国人枠は登録5人、ベンチ入り4人のルールです。今中日ドラゴンズの1軍の外国人選手は野手はビシエド選手、アリエル・マルティネス選手、投手はジャリエル・ロドリゲス選手、ライデル・マルティネス選手、計4人います。もしジョアン選手が1軍で登板をするならアリエル選手もしくはジャリエル選手がベンチから外れると思いますね。ジョアン選手が先発に加入することで大野、小笠原、柳、松葉、高橋宏とジョアン、こういう形になりそうですね。また松葉選手はバンテリンドーム限定で先発、高橋宏斗選手は中10日で先発しています。そうなるとまだ先発投手が若干足りません。先発である程度長いイニングを投げれる勝野選手の力はやはり必要になりますね。福谷選手も早く不調から脱出してほしいです。また中日ドラゴンズは過去に独立リーグからネイラー選手を獲得しています。